おいおい、なんだか面白いことになってるな。鬼を連れたバカ隊員ってのはそいつかい？鬼がなんだって坊主？鬼殺隊として人を守るために戦える？そんなことはな、ありえねえんだよバカが！貴様が銀色の足ならば、俺は黄金の指！必殺！シャイニングフィンガー！俺は今度のことで自分の未熟さを思い知った。剣の腕を磨く。すべてはそれからだ。お前はどうするんだ？しかし、あのロボットのパイロットはほんまにヘボやな。むちゃくちゃ腹立つわ。味方が暴れてどないするっちゅんじゃ。すまんな、転校生。わしはお前を殴らないかん。殴っとかな気が済まへんのや。委員長、わしら二人便所や。おお、腹減った。おっさん、これカレーね。何？てめえこの状況を見て何にも感じないのか。生臭んだよ。ガタガタ言ってっと背中にバッテンつけて煮物にすっと。おいら父尾というのだ。狐さんではないのだ。それより問題なのは術者ですのだ。儀式が無事済むまでおいらが結界を張っておきますのだ。俺たちは赤城レッドサンズってチームのメンバーだ。ぶしつけな質問で悪いが、この峠で最速のチームか、もしくは走り屋がいたら教えてくれないか。なら話は早い。この秋名山でうちのチーム赤城レッドサンズと交流会をやらないか。何部屋で暴れてんだ？お前が歩くだけで怪獣がカッポしてるような音がするんだな。浮かれてるな怪獣。今日の火事は全部お前だろ。先週自分で書いたのに忘れたのか。バーンと弾けてハイテンションって、なんだよなんだよ、カメラさんも照明さんもしらけた面して、天下の俺様が歌いに来てやったんだぜ。泣け喜べ、そして我が前にひざまずくがいい。なんてジャブだ。早い、素人じゃないのか。いいジャブ持ってるじゃない。だがこれ以上は。鋭いジャブなのは認めるけど、当たってあげるわけにはいかないよ。どこが違うか知ってる？三つ子さんの体柔らかい。マサル君の手も柔らかい。どうすればこんな風になれる？ジェミニーを直せばなれる？ただ機械だ！デッジエンド。ほら見ろ、ボケっとしてっからだアホ。一人でいる時ぐらいキリッとしてろよ。こんな隙だらけじゃ誘拐されても文句言えねえぞ。俺がそばにいる時ならいくらでもボケっとしてもいいけどよ。別に今のは妙な意味じゃねえぞ。誤解すんなよ。されても迷惑だからな。犬夜叉だな。我が名はメノーマル。犬夜叉、我が剣の洗礼を受けよう。面白い。切ってみろ小僧。運べない部品と工場施設は全て破壊だ。報告では5機あるはずだ。 OK 任せよう。各自登場したらすぐに自爆装置を解除。貴様、どういうつもりだ。お前があそこで余計な真似をしなければ4機でかかったんだぞ。それで仕留められなかった、こんな屈辱があるか。相良宗介軍曹であります。申し訳ありません。相良宗介です。恐縮ですが軍曹は忘れてください。以上。はっ、それだけです。メポーミプル、あ、ミプル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 はどこメポー。せっかくこの姿になったのにメポー。全く無駄な体力を使って疲れたメポ。パウリー、実は俺たちは政府の諜報部員だ。ま、謝ったら許してくれるよな。突然で信じられねえならアイスバーグの顔でも踏んでみせようか。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実、モデルレオパルド。修霊は金目当てで世に嫁いできた上、世をもてあそんで捨てるのだな。一つ言い忘れていたことがある。黙っていて悪かったが、世は男だけではなく女も好きなのだ。あ、のび太、なんで避けないんだよ。ボールが破けたらどうすんだ。いや君たち、これから僕ちゃん夏に行こうと思ってブラジルに行くんだよ。地球の反対は今夏真っ盛りでさ。何が？私の考えてること。あ、いや、俺は君のそういうドリーミーなところが実はかなりツボなんだけどね。俺には
お前を力ずくで奪うなんてやっぱりできねえよ。それでもあいつと別れて俺の女になるって言うんなら、俺は意地でもお前を幸せにしてやる。あの程度の呪いを飲み干せなくて何が英雄か。この世の全ての悪を俺を染めたければその3倍は持ってこい。泥を飲ませるのはいいが、それで自我を失われては楽しみがない。今のうちに婚姻を決めておくか。冗談じゃない。なんで俺がこんなゴミ女と一緒に。とにかくあんなめちゃくちゃな弾き方するやつに合わせられるわけないでしょ。そんなに待ってられるか。俺が弾いてみせるから自慢の耳で覚えきれ。もう一人客人がいたようだな。ふん、もったいつけるやつに限って大した霊力もないもんだ。さっき主らの探してる男と言ったな。俺が一人でないとなぜわかった。てめえが坊主じゃねえことは鼻からわかってた。てめえは血の匂いが強すぎる。で、一刀流の侍が刀も持たずに何しに来た。君たちは知らない。だが知ってる。カッパと星、いや、お花。貴様が上杉謙信か。豊臣軍石田三成、秀吉様の許可のもと貴様を斬滅する。えっ、あこれはこれは、ご注目ありがとうございます。僕幹事、たっく情けねえぜ。こんなんが俺の中にいるかと思うとよ。でもさ、興味深いテーマじゃん。もし仮に僕たちがモニターの中の存在だとしたら、それを見極める術はあると思う？ないな。即答かよ。はあ、また始まったよ中二病。うつ。悪いな。俺は誰かがパスカルを引用したら用心すべきだとかなり前に学んでいる。貴様と意見があったところで嬉しくはないな。この場で殺してやる。お前に黒幕はいない。他のザクはお前に操られているだけだ。事件の真相はお前を殺した後でゆっくり調べればいい。せいぜい後悔することだな。いかにも私は不動明王の化身。あなたたちのような愚かな者などクロスなしで救済してあげましょう。バルゴクロス、逃げよ明王雷鳴。なんでや、なんで、なんでディアベルハンを見殺しにしたんや。そうやろが、自分はボスの使う技知っとったやないか。もうチートやチーターやろ。そんなんちっけえな。そんなことはござんせんよ。特にケイタ君の妖怪ウォッチは私がいつも激しく念入りにピッカピカに磨き上げておりまウィス。できる羊というのはご主人様の知らないところでいつの間にか仕事をしているものです。ええ天気じゃの。インターハイのルールは単純でええの。今日3日目先頭でゴールしたもんが勝ちじゃけんの。わしゃ広島呉南工業3年の町宮英吉じゃ。総北さん、あんたら星持っとる？おお、おいちゃん、これ八雲先生の車だべ。ここで待ってりゃ会えるのかな。おいら、もうどこにも行けねえんだ。大先生に弟子入りさせてもらうまで手こでも動かねえぞ。あ、なんだよそれ。おいらの予定狂っちまうべ。この先どうしたらいいんだよ。お金ないよ。あいつらのことが上にバレたらと思うと胃が痛え。言うな、そして泣くな。まったくだぜ。だ、なぜいる。もはやこの命に届く剣はないと諦めていた。そんな俺にこんな時をくれたのはお前だけだ。600円とか300円とか関係ないな。金輪際300円とは関係ないな。苔にされたものだ。俺はお前を10年探していたというのに。俺はあの戦いを昨日のことのように覚えているぞ。パクヤサ、フランシーヌ、フランシーヌ、私だ。いいんだ、幻なんかじゃない。9年間も探してやっとお前を見つけたんだ。もっとこっちへ来て顔を見せておくれ。そんなこと関係あるか。妻を抱きしめて死ぬなら死んでやる。来いフランシーヌ。あいにく俺の心臓は左右に一つずつあってな。貴様が剣を引くのを待ってたのだ。さあこの俺の地獄の炎を鎧の中に流し込んでやる。メラゾーマ、何やってんの。ふう、ギリギリセーフ。なんで交流会まで我慢できないかね。帰った帰った。
大きい声出すぞ。いやーんって、俺パンダ、人間の言葉わからない。人に対し何かをしてあげるということは、全て見返りを期待しての行為だ。無償の愛というものはない。無償の愛とは、天国へ行くための見返りだからだ。俺をなめんじゃないぞ。何も変わりはしない。スタープラチナが戻ってもお前の父親はただのデクノボーだ。お話いただいた時まだ読んでなかったんですよ、鬼滅の刃。見た目で最初傷だらけじゃないですか、多分戦闘をすごくする、じゃあきっと声も枯れていてハスキーなんじゃないかと思って、で見た目も怖かったんで、スケキヨみたいな、犬神家の一族みたいな母さん僕はスケキヨですみたいな、そしたらもう速攻ディレクターが飛んできて2枚目でお願いしますそう